アパッチトリデ、ブロンクスは1981年のアメリカ合衆国のアクション映画、ポール・ニューマン主演。ニューヨーク・サウス・ブロンクスを舞台に犯罪に立ち向かうニューヨーク市警察の警察官の人間模様を描いた作品。ニューヨークの中でも特に犯罪多発地帯と恐れられているサウス・ブロンクスにあるニューヨーク市警察第41文書は唯一の安全地帯であることから、 アパッチトリデと呼ばれている。ここに1 8年も勤務しているベテラン警官マーフィーは新人警官のコレリと組んで犯罪に立ち向かっていた。ある日、麻薬中毒者による警官射殺事件が起きる。その翌日に着任した新所長コノリーは皆の前で解決に向けた厳しい訓示を告げる。しかし、事件は解決のめどがつかないばかりか。 マーフィーの仲間の警官は暴挙を働く始末であった。そんな中、麻薬密売人たちが病院の一室に人質に取って立てこもる事件が起こった。人質の中にはマーフィーの恋人で看護婦のイザベラもいた。括弧内は日本語、吹き替え吹き替えその他、大山隆夫、藤代博士、島下博西村智道、沢木育也井伊厚加藤正幸テレビ放送。 TBS テレビ月曜ロードショー1982年11月15日ありがとうございます。